はいどうも、社会人チームザ・テニスチャンプ、テニちゃんのケイタです。今回はフリークカップ関東大会ミックスダブルスの団体戦に出場してきました。こちらの試合はその1戦目、テニちゃんチームからはカズさん、そしてリサリサ。テニちゃんとしては初のミックスの団体戦ということで、優勝を狙って頑張っていきたいなと思っております。それでは早速試合の方どうぞ。テニちゃんチームのサーブから始まります。頭フリーポイントはいいですね。このまま続いていきたい。15ラブ。お相手の片手バック非常に綺麗ですね。朝一最初の試合なので徐々に感覚をつかんでいきたいですね。15オール。さあここはお相手の形、深いボールからしっかりとポーチを見せてきます。15-30。セカンドしっかりと叩かれますね。前に詰めてプレッシャーもかけてきます。さあお相手のダブルブレイクポイント、15-40。いいですね、左利きを生かしたボディへ食い込むこのサーブ。30-40。そう置いてナイスキャッチからネットで取る動き非常に素晴らしかったんですが、カズさんの処理も素晴らしいですね。スライスでネットより低いところを通すことができてます。40オールで一本勝負。ナイスサーブですね、センターへのフリーポイント。15-40と追い込まれながらもなんとかファーストゲームをキープすることができました。ゲームカウント1-0。さあカズさん、お相手のファーストサーブにもしっかりと対応しましたね。これは大きいファーストポイント、ラブ15。リサリサいいですね、男性とはいえセカンドサーブになると問題なくアタックできてますね。さあラブ30。ここは高さのあるボールからのポーチ、形としては素晴らしいんですがわずかにタイミング合わなかったですね。これは切り替えていきたい。15-30。リサリサ、男性のファーストサーブにもなんとか対応しているんですがポイントまでには結びつかず、それでも今後につながるポイントですね。30-40。そう置いて素晴らしいですね、サーブがこれだけいいとちょっと仕方ないですね。さあ40-30。さあ置いて素晴らしいですね、リサリサのアプローチ非常に形良かったんですが厳しい体勢からのこのアングル、これはナイスショットです。ゲームカウント1-1。さあ見事なダウンザライン、体を引きながらダウンザラに流されるとちょっとこれは読めないですね。ラブ15。リサリサのこの強力なバックハンド、リターンダッシュのプレッシャーも全然ものともしてないですね。15オール。リサリサの素晴らしいこのカウンター、お相手の逆クロス、スピードもコースも非常に良かったんですがさらに角度をつけてこの構成、リサリサの非常に大きな武器の一つです。
30-15。これがわずかにロング、カズさんもナイスウォッチですね。40-15。いいワイドですね。これだけで完全にアドバンテージを奪うことができてます。キープに成功、ゲームカウント2-1。カズさんバックのリターン素晴らしいですね。相手のサーブにしっかりとアジャストしています。ラブ15。この処理も素晴らしいですね。カズさんの武器であるフットワークが生きてますね。さあラブ30。さあお相手のこのポーチ、リスクもあったと思うんですがしっかりと決め切ってきました。これを1本やられるとバックのリターンもプレッシャーがかかります。15-30。ラサブですね。しっかりとワイドの厳しいところへ打ってきます。さて夜、お相手の勢の方動き非常にいいですね。ポイント的に安全にクロスに行きたいところをしっかりと駆られてしまいました。40-30。このロブリターン非常に判断いいですね。勢の方の動きをしっかりとケアすることができてます。40オールで一本勝負。さあ今度はこのロブがわずかにアウト。お相手のサーブも良かったのでこれはちょっとしょうがないですね。ゲームカウント2-2。ボディへのスピンサーブ、レフティーのボディのスピンサーブは自分もちょっと苦手ですね。15ラブ。セカンドながら強気のこのワイド、コースも威力も申し分ないですね。30ラブ。素晴らしいタッチですね。お相手のポジションもしっかりと見えてますし、女性の方の前に落とすのも素晴らしい判断ですね。40ラブ。さあお相手のこの強力なストローク、自分のボールが深くなった瞬間にすぐに前を取ってくるのでこちらとしてもプレッシャーがかかりますね。40-15。ここはお相手の対応見事ですね。ネットより低いところの補給だったんですがしっかりと2人の間に落とすことができています。40-30。あ、素晴らしいですね。この外から巻いてくるフォアハンド、ここを通されると前衛目線触ることができないです。ゲームカウント3-2。ここはダブルホルト、生かしていきたいですね。ラブ15。さあ頭2つラッキーな形で取ることができました。この次のポイント非常に重要ですね。ラブ30。
カズさんの対応非常に素晴らしかったですね。浅いボールも無理せず深いところへ、グランドスマッシュもスピンをかけてリスクを減らしてお相手にやらせることができてます。さあトリプルブレイクポイント、ラブ40、このボレーがわずかにロング、ラッキーも重なって初のブレイクをすることができました。素晴らしいですね。ブレイクした後の1本目、いい形で取ることができました。15ラブ。久々さんファーストサーブいいですね。この場面でのフリーポイント。30ラブ。さあこのストローク、カズさんのプレッシャーもあってしっかりと取り切ることができてます。40ラブ。最後はこのバックがわずかに後、しっかりとラブゲームで取り切ることができました。ゲームカウント 5-2。 リターンギリギリ入ってましたね。ちょっと詰まらされたんですが、カズさんなんとか対応しました。ラブ15。ここはしっかりアタックしていったんですが、前衛の方の動きちょっと気になってますね。どんどんリスクを負って動いてきます。15オール。さあここもポーチ、伊沢さんもよく反応したんですが、お相手の動き相変わらず素晴らしいです。30-15。素晴らしいですね。ループ系のボールで後ろに下げて、前衛の方が非常に動きやすいように展開しています。 40-15。 最後はこのフリーポイント、このゲームはお相手のゲームメイクが素晴らしかったですね。ゲームカウント 5-3。 さあここ1本ダウンザライン入れるのはいいですね。お相手の前衛かなり動いてきているので、ダウンザラインは積極的に混ぜていきたいですね。15ラブ。これはお相手のリターン素晴らしいですね。あそこからしっかりとクロスに引っ張れるのはリサリサとしても予想外でした。15オール。いい形ですね。サーブで崩してのこのポーチ。30-15。ここはベースラインの後ろから一コバチか狙っていったんですが、わずかにサイド、でも全然ナイストライですね。さて夜、いいですね。これカズさん高めのループボールで通すことで、お相手の前衛の動きを封じて相手の陣形が崩れたところをリサリサのこのポーチ、ポイントの作り方として非常に綺麗です。さあテニちゃんチームのマッチポイント 40-30。 さあお相手ここで一度も見せてなかったダウンザライン、ここでしっかり決めてくるのも素晴らしいですよね。さあ40オールで一本勝負。最後はリサリサのこの素晴らしいポーチ、ゲームカウント 6-3 でテニちゃんチームの勝利と。はい、お相手ペアありがとうございました。そうですね、お相手の前衛の動きを生かしたロブリターンだったりポーチっていうのに非常に苦戦はしたんですが、さすがカズさんとリサリサ2人の持ち味を生かしてしっかりと勝ち切ることができました。これで団体戦としては1勝0敗第2試合に勝てばテニちゃんチームの勝利となります。第2試合に関しては近日公開予定になりますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押してお待ちいただければなと思います。
それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。